トムロフトのレース場と飼育日誌、ハトと一緒に遊びましょう。おはようございます。11月18日木曜日の朝です。今日の天気は晴れ、しかし空は6割ぐらい雲に覆われた朝になってます。日の出の太陽は雲に覆われていて、まだ見ることができません。鳩の出社口、トラップは閉まったまま、今日は鳩の社外は行いません。おはようございます。鳩さん、おはようございます。今日の棚の上の位置は、この鳩は90キロの訓練の時はトップグループで帰ってきたのですけども、その後100、200、300とちょっと集団から遅れた形で帰還してます。次の400はそろそろ早く来てもいいんじゃないかななんて思ってます。レースに参加してない鳩が圧倒的に多いので、あまり参考にはならないんですけども、今日の鳩の糞の状態です。手前の方から奥の方へカメラを動かしてます。カメラで写ってる範疇の糞の状態は良好だと思います。レースに参加する鳩も同じ状態であればいいなと思います。今日は秋最後のレース、水沢400キロレジオナルレースの持ち寄り日になります。今日の参加登録が10羽なので、このうち何羽出そうかななんて今思ってます。前回帰ってきたのが12羽ですから、そのうちの10羽を選んで参加したいなと思います。ただまあ、トヤの状態とか鳥を掴んだ時の鳥の状態を確認しながら10羽出すという考えではなくて、状態の悪そうな鳥は参加をやめて、なるべく帰ってこれるなと思う状態の鳩だけの参加にしたいと思います。今日はうちを4時に出発する予定です。鳥は3時半ごろ掴んでカゴに入れて持ち寄り場所に向かいたいと思います。本日もこのブログにお越しいただきありがとうございました。また次回もお越しいただきたくよろしくお願いします。失礼します。